こんにちは、ねえ、新幹線についてどれくらい知っていますかこんにちは、新幹線は高速で走る日本の列車で、世界的に有名だと知っていますその通りです、新幹線は日本国内を高速で結ぶために開発され、効率的で快適な交通手段として重要な役割を果たしています新幹線はどのような特徴があるんですか 新幹線は高速で走行するために専用の線路を使用し、最高時速300キロメートル以上で走ることができます。また、快適な車内設備や安全性の高さも特徴の一つです。新幹線の車内はどのような感じなんですか新幹線の車内は広くて清潔で、座席は快適です。長距離の移動でも疲れにくく、また、車内で食事や飲み物を楽しむこともできますよ。 新幹線はどのようなルートがあるんですか新幹線は日本全国に広がっており東海道新幹線や東北新幹線山陽新幹線などさまざまなルートがあります各地域を効率的に結ぶためのネットワークが整備されています新幹線は日本の交通システムに欠かせない存在なんですね一度乗ってみたいです是非機会があれば乗ってみてください 新幹線は日本の現代文化の一部であり快適な移動体験ができますよ。